一般社団法人日本病院薬剤師会は、病院や診療所に勤務するコメディカルの薬剤師の職能団体。会員数は36,790名。1955年に、不和達というなどによって設立された。法人の設立は1971年である。薬剤師であっても、強制的に加盟する必要はない。病院薬剤師とは、 病院や診療所に勤務するコメディカルの薬剤師のこと。東海はこれらの薬剤師が中心となって構成されている。薬局等に勤務している独立専門職の薬剤師は日本薬剤師会を組織しており別団体となっている。病院薬剤師は医師から発行された処方通りに調剤することを主な業務とする。 勤務地柄日々大量の調剤をこなすこととなるため、作業分担が確立しているケースが多い。そのため、調剤を行った者が直接患者に指導するケースは少ない。日本病院薬剤師連合協会という名前で設立された。初代会長であった不和会長は、我々は日本薬剤師協会の構成員でもあり、 ひくすりと切り離して一組織とするという野心は冒頭、ない。従ってひくすりの理事会に日本病院薬剤師連合協会を設立したことを報告し、理解を求めたところもちろん意義なく承認されたとし、当初は日本薬剤師会の一部門的な立ち位置であった。当時の改速第一条にも、今回は日本病院薬剤師協会といい、 日本薬剤師協会に属するという文言が記載されていた。その後、日本薬剤師会が、開局薬剤師中心の団体となりつつあったこと、医薬分業をめぐり、まず病院から、院外処方箋を発行させたいとする、薬局薬剤師側と、処方箋発行は、薬剤師不在の開業医からと主張する、病院薬剤師側との意見対立があったことで、 日本病院薬剤師連合協会側から日本薬剤師会組織を改編し、各職業別薬剤師団体の連合体としての日本薬剤師会に改組し、各団体からの代議員によって運営する案を要望したものの満足のいく対応がなかった。また当時の病院薬剤師に対しての社会的地位の認識の問題から次第に独立論が出るようになり、社団法人化について、 昭和36年度の大議員会の場で提案され、採択された。しかしながら、即座に、社団法人化には至らずその間にも、医薬分業の制度改革の始まった頃であり、調剤薬局と病院の調剤所の扱いの問題や、医薬分業の流れで何かと意見対立のあった、日本医師会に対して、薬局側の主張があるじで、病院薬剤師側の主張がなされないなど、 病院薬剤師に関わる問題が出るようになり、薬局薬剤師側と病院薬剤師側の主張が一致しないことが見受けられた。昭和45年7月、第18回大議員会において、速やかに、社団法人化の実現を図るべきであるとの意見が出された。厚生省は、社団法人化の条件として、日本薬剤師会側の了解が必要との意向を示したとされ、 非病薬高木慶次郎会長と非薬石官主さん会長の会談の末、社団法人化が了解され以下の通り覚え書きが交わされ昭和46年7月15日社団法人化されることとなった。日病薬独立3原則日本薬剤師会は、日本病院薬剤師会の社団法人化に賛意を表しかつ協力する。両者の関係について、次の事項を相互に確認する。 以上昭和46年4月1日近年、薬薬連携の必要性が叫ばれるようになり、地方薬剤師会と地方病院薬剤師会の間で組織統合する動きが出ている。2010年に京都府薬剤師会と京都府病院薬剤師会を統合し、新しく京都府薬剤師会に組織が改編されたのをはじめとし、兵庫県薬剤師会も2016年度をめどに、 兵庫県病院薬剤師会と、兵庫県薬剤師会との一体的な運営を決めた。日本病院薬剤師会が要領を策定して、作成と配布を製薬企業に依頼しているものに、インタビューフォームがある。ありがとうございます。